こんにちは、速塾の久保です、まあ、今ですね、えー、私はあとある町でですねもう1年近く隠居生活に入っていますまあ隠居をしていると言いつつもですね、まあ、いろんなところに、まあ、公園で呼ばれたりセミナー合宿に行ったりまあやっぱり ね、ビジネスとは私はもう一体化してるのかなという気はしますけども、ただやっぱりね、あの9割ぐらいは私自分の時間を過ごさせてもらってます。本当にありがたいなと思ってます。まあ、おかげでさまでですね、先週も、おー、熱海合宿というのを皮切りにですね、私、あの、西日本全域を回って、自分の熟成さんとか、自分に会いたいよっていう人のところに、まあ、くまなく会いに行くことができました。私はもうこれ、プロモーションで,でする必要はないので、 どなたともですね、動画を撮ったりとか、結果の吸い取りとか、結果のね、ちらつかせとかを全くするつもりがありませんでしたので、本当にあのリラックスしてですね、まあ、半ば新婚旅行みたいな気持ちで行かせていただきました。で、えー、今回はですね、イルージョンファイナルという、まあ、吉谷さんと一緒に行わせていただいた、まあ、セミナーですよね。それのラストを飾るという意味で合宿をですね、させていただきました。本当に大勢の方にね、熱心に参加していただいて、えー、ありがとうございます。 で、ありがとうございますと言いつつもですね、もうあれから1週間経って、非常に、えー、まあ、残念だなと思うこともあります。それは合宿に来てくださった皆さん、本当にありがたいんですけども、合宿が終わった後ですね、もしかして、私との縁とかをね、手放してしまったんではないかなという気はするんですよ。通常はあそこで、私がセールスをかけずとも、祖母塾はもうないんですかとかね、ビジネスを教えてもらえませんか という,ふうな質問が来てですねそれからじゃあもう速歌塾の募集は終わったんですけども今あの速歌塾ファイナルっていうのがありますんでそちらの方をですねあのまあちょっとだけ見てみますかとかちょっとだけお分けしましょうかっていう話にはなると思うんですよただ今回そういうことは全くなくって私ももう募集をしてないって散々言ってますんでだから最初からねあのー、まあ頼 頼みにくいなというところもあったと思うんですけども、ただやっぱりですね、合宿を通じていいこともたくさんあったんですけども、私がすごく違和感を感じたのはたった一つなんですよ。それはですね、質問なんですよ。質問の質です。あの、質問があんまり出てこないこともありますし、質問の質でですね、私がこれを聞いてくれってものはいつもあるんですよ。それはたった一つなんですよ、実は。どうやったら1億3年で稼げるんですかと。 このシンプルな質問が、どなか、どなたからかですね、この私が活動している5年間、1回でも上がってきたら、それは本当に嬉しいなと思うんですけども、まあ、なんでですねか、お金を稼ぎたいはずなのに、お金を稼げたものを質問がないとかですね、1億とは言わなくても月収100万はどうやって作ったんですかとか、ブログはどんなのを書けばいいんですか、どのぐらい作るんですかとかね、YouTube のチャンネルをちょっとね、登録させてくださいとか、 まあ、あの私が逆の立場だったらありとあらゆる質問がそれこそね千個万個と浮かぶはずなんですよただやっぱりちょっとね人見知りするのかわかりませんけどもそういう質問がなかったでここで一つ言っときますけども人見知りをするようでしたら情報で、えー、収入を得ることは非常に難しいと思います なぜなら、あの、このビジネスってい世界は、どんどんですね、情報を押していかないといけない。お客さんへのアプローチしていかないといけない。信頼関係を作るためにプッシュしていかなければならないんですよ。待ってるだけの経営者、待ってるだけの情報起業家っていうのは、これは何も起きませんからね。それは質問がしにくいかもしれませんけども、どのように質問をすればいいのかってことは自分でも鍛えられますから、そこから始めていかないといけないですし、どんなことを聞けば、どんな答えが、 引き出せるのかっていうことも事前に準備してセミナーとか合宿ってまあ向かうものだと思うんですよ。これテレビ番組を見てるわけじゃないですからあの聞けば答えてもらえると。で講師の方もですね何も質問がなければいつもと同じ話をするぐらいですよ。あとは思い出したことをその場で言うと。で本当に皆さんが求めてることっていうのはなかなかですね、えー、これですよっていう風に教えてもらえない限りピンポイントで合致しないんですよね。でいわゆるですね情報業界が 怪しいとかですね、まあ、いわゆるうさんくさいとかって思われてるのもまさにここなんですよ。怪しいうさんくさいという人に限っておそらくはですねんんな情報を見見てててでですすね見て判断してるんですよ実際に情報発信してる人に尋ねてぶつかって生活を共にしてみて友達になってみて商品を買ってみてどうなのかなと判断するべきものだと思うんですよねいいまいちですね。 その辺のミスマッチが大きく起きているところが、まあ、問題なのかなと思います。で、今はね、あの、セールスの上手な、そういったあのネット企業家、情報企業家っての多いです。セールスが上手な。で、セールスの方法を売ったり買ったりしてるみたいなね、こともありますんで、あの、なかなかですね、本当に自分で富を作り出すってところとはちょっと違うのかなと思います。どういうことかっていうと、実際に自分が、 10万円とかね、100万円を稼いだわけでもないのに、10万稼ぐ方法ですよ、とかね、100万稼ぐ方法ですよ、というふうにセールスするのは、私はこれはできないなと思います。うん、これはできないですよ。あの、うん、まあ、やって悪いということはないです。要するにですね、あの、東京大学に入学したことがない人が、東京大学入学合格模試っていうのをね、やっても別に悪くはないですから。ただ、著しく信頼されないだけでですね。 でもそこへ行くと、その信頼を埋めるために、セールステクニックだけがですね、異様に発達してしまったのがこの情報業界だと思うんですよ。で、私の速可塾の売り方を見ていただければわかるんですけども、私まずですね、あのー、銀行振込しか決済を取ってないんですよ。で、銀行振込の口座も未だにですね、どこなのかわかんない。しつこく私に聞かないと教えてもらえないとかね。で、そもそもセールスページにないんですよ。ただこういうふうに無料動画をどん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 やっていって、 で、お客様からの要望があったりとかですね、即可塾のファイナルに至っては、まだ塾をやるって決めてないのに、毎日のように入金があったわけですよ。毎日のように無料動画で勉強になったんで、これは講義代だと思ってお支払いしますって。まあ、毎日ね、何人かの方が払ってくださるんで、じゃあもうしょうがないんで塾をやろうかなという形で募集をしたんですけども、募集もですね、本当にやり方がしょぼくって、ランディングページ一つないんですよ。あの、入りたい人は申し込んでくださいと、メールでみたいなね。こんな形ですから、私の、 セールステクニックってのはわざとわざとすっごくあの落としてるというよりもせん、あのーまあ、越ながら中身が良ければこうなると私は思ってたんですよだからあのいわゆるプロダクトローンチを組んだりとかですね、うん、なんかその一括払いしてそれは何ですかねカード決済してとかねそういうのは全くやってないんですよねで私はね本当に まあ、あのー、作れることは作れます。ランニングページだろうが、プロダクトローンチだろうが、私、プロダクトローンチって会社もやってるぐらいですから、プロダクトローンチに関しては、あのー、まあ、地方でね、ネット企業している人の中では、多分ね、もうトップクラスで私は得意です。はっきり言いますけども、プロダクトローンチは得意です。得意ですけども、そのプロダクトローンチに乗っけて、意味のない商品を売るのは不得意です。やりたくないですね。 ま、これがですね、私が、もしかしたら、あの、熟成さんに信頼されて、5年間も続けてこれたおかげかなと思います。私は、あの、2013年の最初の時から、熟成がですね、何十人とついて、実績が、最初から、最初の年からですね、出てくださった人が、やっぱりいるってところに支えられて、ここまでやってきました。ですからね、結果が出てないのに、とかね、自分で稼いでもないのに、自分が稼がしてもないのに、古代広告でやるってことはないんですよ。うん。ただ、こういうふうな情報発信をしていても、 これもですねっか塾の、まあ、全員とは言わないですけども中にはという形で言わせてもらいますけどもやってみたらですねあの楽をしたい人が楽を期待して、まあ、情報を見たりとか買ったりするところに、まあ、ちょっとねあのポイントがあるのかなとこれはだから購入者の方だけにね責任があるって言ってるわけではないですし販売者として責任を逃れしてるわけではないんですよ。よくよくく調べて、えー でね、も,うもう本当にアプローチして、それからですよね、どんなことをするのかとかね、やっぱり理解した上で、えー、やっぱりこう、購入したりとかね、塾に入った方がいいとは思うんですよ。まあ私はいちいち、このエビデンスをひけらかして、入塾につなげるってことはあの、今までしてこなかったです。してこなかったんですけども、一応ね、結果は毎日のように見せてきました。塾の募集をするとか、自分のコンサルセンスを取りたいからではないです。 ただ、私のような40を過ぎてですね、それからのネットビジネスの値の字も知らなくって、やっても、こういう風な結果が日々出るんですよっていうことを、励ましのために、見ていただくために、誰かがね、よし、だったら、まあ、即果塾ではないけども、どっかでネットビジネスやってもいいかなっていうふうに思っていただければ、希望を失わないでいただければなというところもあって、私は情報発信をずっとしてきました。ですから、即果塾の募集なんて、本当に年に1回するかしないかみたいなレベルで、ここまでやってきました。 あの、セミナーはね、たまにやりますけど、セミナーで、その、高額なバックエンドセールスがあったかつっつ言特にね、やった日もありますけど、大体ないわけですよ。本当に。ただ、あの、皆さんが聞きたいことがあるらしいからやるみたいな感じですよね。私はですね、だからこう、いろんな、あプラットフォンチとかセールスとかを見てきて、えー、思うことがあるんですよ。それはですね、現金をちらつかしたり、フェラーリを持ってきたりとか、高級ホテルでね、なんちゃらとかね、ああいうのに響いて、 あまああの購入を考えている方がいるとしたらちょっとそれは待ってくださいねって話をね言いたいですよねああいうものは借りることができるんですよレンタカーで、えー、フェラーリを借りることもできますしあのフェラーリは一時所有をあのそんなに高くない金額ですることができますあの高級ホテルだってね誰でも泊まれますからね10万ぐらい払って1泊みたいなこと誰でもできますからうん で、それでいろんな角度で写真を撮れば、毎日住んでる風を装うこともできます。まあ、海外旅行もね、普通の人は海外旅行、ね、ちょっと頑張れば行けるわけですよ。じゃあその時にいっぱい写真を撮って、いつも行ってますみたいなこともできますから、よく注意してもらいたいと思うんですよ。私はそういうのをい、い、かにも実績みたいなね、こんな暮らしいいでしょうみたいなのを見せびらかして、まあ、自分の塾を売るっていうところに、ちょっとね、意味を感じないというか、も、ま、う、あ、すごく不思議だなと思うんですよ。 私実際自分の即下塾売ってますけども、はっきり言って即下塾をやるとですね、これ、吉谷さんも感じてると思うんですけども、即下、あの、自分の塾とかをやると、サポートむちゃくちゃ大変なんですよ。まあ、はっきり言って私今回ね、即下塾ファイナルっていうのを8名の方に来ていただいて、もうそれこそね、9割ぐらいの時間をそれに振り向けてるんですよ。そうなるとどうなるかっていうと、塾生さんには、やっぱりね、結果を出した人がいます。あの、200万円の売り上げを越した人とかね。で、サラリーマンとしての仕事が、 あの中四国でトップになっちゃったみたいなね人もいますしまあダイエットに成功したみたいなのもあります全員セミナー,の,ーそのトレーニングを受けてねセミナーをやってる方講師になった方ばっかりですただですねやっぱり思うのはこういうことではないかなとこういうことではないんですよ、うん、なぜならこれをメインにしても申し訳ないんですけども私がそっちにエネルギーを振り向けてる間私,に私自身のビジネスはほとんどできてないんですよ 本当にね、ひどいもんでアフィリエイトの報酬だって6分の1ぐらいになってますからねあのー、まああの10月11月の時点では私300万ぐらいのアフィリエイト報酬が毎月入ってたんですけども今50万切ってるわけですよあの塾のサポートするがゆえにねだからそのぐらい私は自分の収入じゃなくて皆さんのチャンスを考えてやってるってことなんですよ本当に今ね私のアフィリエイト報酬って本当にこれを自分のかと思うぐらいしょぼくれてますよでもそれでいいと思ってるんですよ あの塾生さんには皆さん費用をいただいてね、本当に私の仕事を信じてくださった。私は自分の売り上げを確保するために塾を自分のコンテンツとかフォローを後回しにするっていう考えは全くありません。それはもうね、私の動画を見てくださってる方だったらもう分かってくださると思います。そういうことではありません。私はあの儲けも欲しいですけども、自分が儲けることを優先してあの、ありもしないようなね、実績とかありもしないような目標を書き立ててですね、 でで信じてくれた塾生さんを搾取するつもりはありません私はもう塾生さんと一緒の付き合いをするつもりですからですから私ねあの塾に入ってくださった方は全員私の自宅にもう呼びますというかね来てもいいですよともう普通の人は駄目ですという,う形にしてますけどもね普通の人したらまた語弊がありますけどまあいろいろ申し上げたんですけどもとにかくねこの情報業界をもっとね真っ当なものにしたいなと思うところ があります。私なんかが生意気ですけども、そういう意味でね、あのー、3年間で1億円を実際に稼がせるプロジェクトっていうのをやることに決めました。あの、これ3年間は私サポートしますからね。ただし3年間が終わったらもうやらないです。サポートもしないです。だから3年間、およそ1000日は、あのー、本当に他のことをね、やめて、他のことを諦めてやっていただきたいと思います。ここで1億円のことについてしっかりとお伝えしていきますけども、 よく考えてみていただきたいのは、1日に10万円の利益を、10万円の利益をですね、千0 0日、およそ3年間、1回も失敗なく続けて、やっと1億円なんですよ。ねで、おそらく1億円稼ぐと、半分は税金ですから、手元には5000万ぐらいしか残りません。ただし、1億円を稼ぐ能力が身についたということは一生続きます。ここが非常に大事なんですよ。 ですんで、このぐらい3年間ね、3年間私は、あの、今度このプロジェクトに参加してくださる方の奴隷になるわけですから。ね。奴隷になるわけですから、その何万とか何十万とかで私やりません。今まで私最高額でですね、自分の塾は売れたものでえ言いますと、120万までは私一発で売ってきてるわけなんですよ。一発ですよ。で、 最高額の私のコンサルっていうのはもっとその10倍ぐらいのものが用意されています。す、すごいですよね。それはやっぱりね、結果を出すための、おやっぱりこう、自分なりの自信があるからなんですよね。で、エビデンスを見せろと言われれば、もうローンより勝負この家があるとしか言いようがありません。あの、通常ですね、家のローンを組むと35年とかの返済になるはずです。私はそういう意味で言ったら3年で返済するぐらいの勢いがあって、 キャッシュがあって3年間を通じて得たキャッシュでですね。一括購入してるわけですから。うん、これは税引き後ですよ。うん。税引き後でも家を一括で買うお金があったということなんですよ。それを見ていただくと。 1>, ああまあ1億円ぐらいあったのかなということは容易に想像がつくと思いますまあ,あのもう時間がないんでやらないと思いますけど私のフェイスブックのタイムラインに私の実績ずっと載せてますからね時間がある人ずっとね、あのー、2013年7月6月14日からずっと見ていただければいいと思いますもうそこに書いてあることは全てですよで私はですねもう繰り返しますけどもその情報,情報業界私が本当にお世話になって感謝しているこの業界がですねこのままじゃいけないと、うん、本当にそう思います 特に社会を離れてこうやってね、一人で隠居してると余計思うんですよ。気の毒な人がいっぱい生まれてるなと。私の目から見ればですね、SNS ですごいビジネスに出会った。自分の将来はこれでバラ色だとか、すごい人に出会えた。もうこれからの時代は、あの例えば暗号通貨ですよねとかね、うん。これがね、すごくね、気の毒と。こういうこと書いてる人のほとんどはあの、単なるお客さんになっててですね、永遠に富を得ることはないです。うん でまあ、あの自分のねトレードとかをこの取引とかをね画面に載せてる人もいます、まあ。ちゃんとやってる人もいると思いますけどもあのほとんどが私は裏を知ってるんでね言いますけども嘘ですよあれは。 ああいうのを見て結局コンサルを売るっていうことにつなげてるわけですよ本当に稼いでる人なんていちいちあんなことやんないですからね私も何人も知ってますけどもトレードでうまくいってる人っていうのは本当に稼いでたらあんなことやって人のサポートやってですね自分の塾を30万50万で売るのがもったいないとだって儲けようと思ったら桁を1個増やせばいいだけですからね一手間あのカーソルでポコンと押せば思うが思うの利益が取れるんでトレードが本当にうまくいってる人は塾なんて売らないです うん、本当に売らないですね。意味がないと、まあ、全く意味がないです。 うん、だから、あのー、いろんな、ね、表と裏を見ながら、まずはこの1億円プロジェクト,プロジェクトっていうのはです、ね、無視するべき情報をたくさん皆さんに与えていこうと思いますこんなものを見て、信じる、センスまず、<の>で楽ではないな、な毎日10万の利益を出すわけですから、1億円稼ぎたいなんて簡単に言いますけど、3年間毎日10万円の利益を上げることが1億円稼ぐということですからね、それを私はやってきたわけですよ、少なくとも私はやってきました、で運も良かったんですよ。 運も良かったと思います本当なら3年よっても5年とかかかったと思いますよ10年とかね、まあ、仮に10年でも私はいいなと思います年収1000万なわけじゃないですかあのー、多くの方がね目指しているでやってもない人がよく言う月収100万なんてこれでいくわけですからあのもう本当に名指しでですねこの人は嘘ですよって言ってもいいぐらいですよこのプロジェクト入ってくださった方はそのぐらいもう見分けがつきますどんな方がどんな表現をしても空っぽなのかってこと。 はい。ちょっとね、熱くなって辛口のことを言いましたけども、あのー、まあ、吉谷さんを含めてですね、この動画を見てる方に、本気だよってことが伝えればなと思います。それで最後にですね、もう本当にこの1億円プロジェクトはおふざけな,せなしですから、ちょっと口が回ってないんですけど、おふざけなしです。全部が本気でいきますからね。じゃ最後にですね、私からのメッセージを、この後、スライドでお届けしてですね、今回の動画を終わらせていただこうと思います。えー、吉谷さんにそれではね、えー、次の動画を、 作っていいただくくよようによろしししお願まますす失礼します吉谷さんへこの手紙を持って僕のネット起業家としての最後の仕事をするまず僕のビジネスモデルを解明するために吉谷さんに速化祝関連の動画全編のご購入をお願いしたいいかにネット起業家についての具見を述べる 慢性的貧困の根治を考える際第一選択はあくまでも情報企業であるという考えは今も変わらないしかしながら現実には僕自身の場合がそうであるようにコンテンツが枯渇した時点で古代広告や悪質なローンチ依存をきたしたネット起業家がしわしわ見受けられるその場合には個別動画配信を含む根本的な誠実運営が必要となるが残念ながら 未だ満足のいく成果には至っていないこれからのネットビジネスの成功や飛躍には過剰広告のない誠実な情報販売の手法の発展にかかっている僕は吉谷さんがその一億を担える数少ないネット起業家であると信じている能力を持った者にはそれを正しく行使する責務がある吉谷さんには 正しい情報販売の発展に挑んでもらいたい遠くない未来に情報不足による貧困がこの世からなくなることを信じているひいては僕のビジネスモデルを解析の後吉谷さんの研究材料の一石として役立ててほしい速化塾は地方の死なりなお自らネットビジネスの第一線にある私が 情報業界の粗悪化を早期発見できず稼ぎ逃げの隠居に甘んずることを心より恥じる久保哲郎